今日はゲストでロクソンエネルギーの研究開発主任に来てもらったぞ。サイモン・クリーガー氏だ。クリーガーさん、あなたはニューフォームリアクターの利点を宣伝しているそうだが、直に1機目がハーレムで完成するな。でも批判されているとか。じゃあな、まずは初めに番組にお招きいただき心から感謝しています。ああ、そうか、照れるね。確かに。ごめん、スパイディ。すげえ、毎年グワンザの規模がでかくなってるな。爆弾、悪党の邪悪な計画といえばたくさんの爆弾がつきもの。爆弾を全部解除するんだよ。早いほどスコアアップ。開始地点にジップして。それじゃあ爆弾解除スタート。じゃあカードを爆弾から引き離せば見つからずに解除できるよ。本番。敵に見つかって爆弾が爆発する。残念、もう一回。ダメだ、爆弾が偽物でよかった。爆弾から遠ざけなきゃ。ノイズを検知しました。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。さすが戦略の勝利。これやってる姿見られたらどう思われるんだろう。あ、スパイダーマンだ。想像上の人から隠れてる。全然変じゃねえ。爆弾を解除すること。クリアするのに全員倒す必要はないよ。探知プロトコル実行中。演説してるときは可愛いんだよね。調査を開始します。帝国、近辺に敵がいる痕跡を検知。
分かってても意外とストレスだな。まさにスペクタクラーランってやつだね。見てるこっちもスペクタクラーな気分。派手に暴走したり、そんな時は倒した敵に隠し味加えれば一気に複数の敵に当たるよ。かなりかっこいいだろ。隠し味加えるか、いいフレーズ。僕も使おうっと。市議会議員選挙で私はリオモラレス候補を支持してるんだけど、今日は彼女にインタビューしちゃいます。マジでモラレスさん、ようこそ。今日はありがとう。この番組が大好きなんです。ありがとう。今回は現職議員との対決ですが、何か戦略はあるんですか？対立候補と違い、私はここに住み住民の声を直に聞いています。私の幼少期のようにハーレムを活気ある安全な街にしたい。でもロクソンプラザの建設を許可したのは現職議員たち。それでも支持するか今一度考えてください。大賛成。話は変わりますが、あなたは科学の教師ですよね。なぜ議員になろうって？愛する故郷のために戦いたいと思ったからです。マーティン・リーが視聴者を襲撃した時、私の夫は人々を守り犠牲となりました。地域の人々や友人のために戦うことで彼の意志を称えたいと思っています。ご出演ありがとうございます。選挙頑張って。引き続き私のブログでモラレス候補への質問を募集してるからよろしく。1時間おきに1分ゆっくり深呼吸するのを忘れずにね。瞑想すれば頭もすっきり。それじゃあバイ。よし、超難しいの言ってみる。このチャレンジでは全てのチェックポイントが作動してるから、自分で最速のコースを見つけるんだ。円に近づいたら開始だよ。見ててよピート、やってやる。いいかい、一個でもチェックポイントを見つけたら失格だよ。プランを立てて実行するだけ。ほんの一瞬でもためらえば失敗になる。楽勝できるって。いい感じ、その調子。直感に従うんだ。次のチェックポイントを探すんだ。飛びながらコースを決めるんだよ。このチャレンジではとっさの問題解決能力が問われるのか。いいトレーニング。あともうちょっと、その調子。セントラルパークをちゃんと見るの初めてかも。いい場所だな。全部クリアされちゃった。それじゃあ最終兵器、超シークレットボーナスの究極チャレンジいっちゃう？ ESU に行ってみて、自信があるならね。うわ、邪悪な笑いって思ったより難しいんだね。うわ、本当だ、むず。悪党ってこれ練習するのかな。おわかり。ああ、フットボールリーグ。僕がサッカーにハマってるってフィンに話したら、僕のために入手困難なエキシビジョンマッチのチケットをゲットしたんだよね。ほんと、友達思い。
本当はもっとおしゃべりしたいけど、ね、この野郎。楽しみ。
ッピーハヌカまたね、スパイディもう行かない。板が張り巡らされてる、はあ、なんだか切ないな。忍び込めるところを探そう。目立ちたくないしね。誰かいる？ここ埃っぽいな。空き家だったのか。フィンと店の中でかくれんぼしたっけな。自分たちだけの世界みたいでさ。リックの ESU の教科書、日中お店にいられるように夜間コース取ってたよね。ほんとがむしゃらでさ。電気つけっぱなしだ。エラスターリングのロクソンの ID でも写真はフィンだ。フィンはロクソンに忍び込むつもりだったのか。ニューフォームのチームが全員病気に。待った、リックがプロジェクトリーダこれ薬かな。 GCSF 骨髄を刺激する薬って書いてある。誰のだろう。ここ少なくとも半年は放置されたままだ。どっかに秘密の部屋でもあるの？この裏に何かあるな。なるほど、ここが秘密の部屋か。フィンが奴らの装備を設計したんだ。今じゃ二人ともマスク姿か。動画ファイル、6ヶ月前のだ。テストアップロードを実行。半数が病気だが、クリーガーはニューホームのせいじゃないって。今夜結婚しよう。貸して。まだ早すぎない？今夜やるんだ。今日ハーレムに着工した。予定より早く。町を汚染して金儲けね。手抜きばかりして。安全報告を無視してる。俺の研究を悪用させるわけにはいかない。わかった。まずはコアをフラッシュしてデータを消去する。もう同じものは複製できないんだよね。ああ。ジャージーにある予備物資も破壊してしまえばな。俺以外ニューホームの仕組みが分かるやつはいない。プロジェクトも否決される。録画する。失敗したら動画をビューグルにアップするよ。完璧だ。
ニューヨークを救うぞ。救おう。もう一つ動画が。くそ、アップロードされてない。携帯が壊れたんだ。今夜起きたことを無駄にはしない。約束だよ、リック。ニューフォームのプロジェクトを阻止しようとしたけど、計画が狂ったんだ。最後にスマホがあった場所を追跡すれば。欲しいものが少ない。ほら、早く。消えて、消えて。姿消せるの？いきなり姿消すとみんなパニクるよね。落ち着くまで攻撃できないな。かかせろ。無音アラームでも作動させちゃったかな。雲には要注意。またお友達呼んじゃったの？気絶してるときは可愛いんだよね。誰か手伝って。いつもこんなに楽ならな。聞いてるよ、この写真。に戻ろう。フィンのスマホを見つけられれば、リックに何が起こったか分かる。ティンカラーになった理由も。よし、場所ゲット。ガンケに情報をアップデートしとかなきゃ。よ、フィンの店で何か見つけた？うん、フィンの動機が分かった。お兄さんに良くないことが起こったんだ。マジかよ。リックはロクソンの従業員で、ニューフォームプロジェクトのリーダーだったんだ。マジ？しかもそのせいで病気になったっぽい。サイモン・クリーガーは安全だって宣伝してたろ。真っ赤な嘘。フィンとリックはリアクターの試作品をシャットダウンすることで開発を阻止しようとした。その後は？わかんない。今はね、フィンがスマホに動画残したけど、ラボの中でなくしたみたいなんだ。今からゲットしに行く。相談したいことがあればいつでも電話しろよ。ありがとう。ロクソンのリサーチラボ、ニューフォームのプロジェクトが始動した場所だ。フィンのスマホが中にあるはず。あそこから入れそうだな。通気口に高電圧シールド。動力源はどこ？なんとか止めないと。
し。それじゃビルの中に入ろう。エネルギー吸い取ったら壊れた。うまくいってびっくり。侵入成功。武装警備だらけのラボに侵入か。今年のクリスマスはかなりスペシャル。家でゆっくり昼寝してゲームプレイしまくってクリスマスクッキー食べまくってたかったな。どれだろう。スーツがカビ臭くなる。信号を見る感じスマホはかなり下の階か。やるな、マイルズ。ガリガリの割にはいいキックだ。あのおじさん、おじさんがプラウラー？父さんのファイルで見たよ。だろうな。聞きたいことが山のようにあるだろうが、今はここから脱出するぞ。こんな場所に侵入するとはな。目的のもの見つけるまで帰らないよ。いいか、俺はロクソンに雇われたことがあるが、敵に回さない方がいい。ここで捕まれば。なら手伝って。ねえ、親父に似て頑固だな。なら俺のやり方に従え。セキュリティ端末にアクセスして指示を出してやる。リモートマインだ。足止めされたら使ってみろ。いいな、絶対に捕まるな。レーザー付きの通気口に行け。どうやったの？こういうシステムは初めてじゃない。集中しろ。リモートマイン試してみるチャンスかも。カメラはどうなってんだよ。まだ停電か？停電はハーレムだけだ。ライノが発電所壊したからな。2エリア以上影響を受けてるだろう。展開しろ。シフトはクリアした。今の何を探してるんだ。スマホ電波を探知した。かなり下の方から発信されてる。一番深いとこだとリアクターサイロの底だな。じゃあそこに向かう。それじゃ、おやす。その部屋に通気口がある。ラボとリアクターにつながってるはずだ。ニューフォームのリアクター？設計図を見る限り、そうだ。君、ニューフォームはまだか？あ、増産しようとしてますが、メイソンがメモを残してなくて。それで？実は橋の爆破で無傷だった容器が一つだけ残ってると聞きまして、もしそれをいただければ。私が持っていれば渡している。もちろんです。ただその容器がないと納期を守るのは不可能だとお伝えしたかっただけで。
その容器は私が総力を挙げて捜索中だ。だから今はラボに戻ってすべき作業を続けてくれるとありがたいんだがね。追い詰められてる。それで誰の携帯を探してる？ティンカラーの。なんで僕を見張ってるわけ？お前を守るためだ。光栄に思え。俺を現役復帰させたんだからな。おじさんがプラウラーだなんて。自分の甥っ子が携帯のために命を懸けてるとはな。さっさと済ませるぞ。リアクターに近づいてきたようだな。そいつらを倒せ。リアクターの近くになんていたくない。ったく、チフト断るんだった。全ユニットへ負傷者を発見。何の音だ。音がした。見て、1名ダウン。繰り返す。やられてるぞ。さすがだな。どうも。サイロはあの衝撃波シールドの奥にある。その端末を使って開けるんだ。ちょっと待った。他にもラボがあるってこと？ニューフォームリアクターもあるみたいだ。リックがこれで体調を崩したなら全部閉鎖しなきゃ。マイルズ、携帯を手に入れて脱出するぞ。下にあるリアクターがこの施設の動力源だ。スマホは一番下。どうやってあのファンを通り抜けていこう。しかも敵も登場。マイルズ、分かってるな。絶対に捕まるなよ。これ以上の悪行は勘弁だ。こんなに楽ならな。おねんねの時間。したり死んだりしてないか一応確認。サンキュー。実はおじさんが手伝ってくれてるんだ。地下鉄の作業員の？それが実はプラウラーだったんだ。話せば長い。またあのプラウラー？紫着て駆け回る泥棒の？元泥棒。それに手を組むのは今回だけだってば。お前のおじさんがプラウラーね。それかなり受け止めるのに時間かかりそうだよね。ごめん、蹴るよ。また後で。一人減ったね。なんだ。壊せば止まるだろう。ありがとう。なんとかファンを止めないと。ファンの制御装置だ。そう、なんとかあれを固定しなきゃ。
や。充電しなきゃ。爆発しないでよ。やった。オッケー。カメラ、動画、あった。よし。コアダンプは二人で作業しよう。お前がオーバーライドして、俺が確認。ステップ1、ニューホームをこの世から消す。自分の作品、壊して平気なの？こうはなりたくないだろう。世界を守らないと。いい。いいぞ。オーバーライド開始まで3、2、1。私じゃない。リック、サボタージュだ。まだ病人が出て、エンジニアが一人死んだところで誰も気には止めない。ビジネスに犠牲はつきもの。やだ、嘘でしょ、そんな。止められる。止めてみせる。やめて。リック、リック、やだ。ダメだ、いい、みんな。守ろうとしたリックをクリーガーが殺した。僕が奴らを止めてみせる。あのおじさん、そこからリアクターのシールド解除できる？なぜだ、携帯は手に入れた。行くぞ。リアクターのせいで友達が死んだ。二度と動かせないように止めなきゃ。おじさん、お願い、手を貸して。ねえ、あのおじさん。よし、上がってろ。ありがとう。ジェネレーターと同じだよね。ちょっとでかいだけ。何してる。マイルズ、やめろ。マイルズ、そこから脱出するんだ。動けるか。急いで通路を進むんだ。これ、自分最悪。今にも体が張り裂けそう。ダメだ。そんな、スマホが、エネルギーで、体が。マイルズ、なんとか言え、無事か。飛行機から落っこちた気分だけど、リアクターは止められたよ。あともう少しだ。正午入ってたのに、これからどうしよう。しっかりしろ、俺が助けに行ってる暇はないんだぞ。止まれ、弾を拘束する。捕獲命令が出てるな。なんで、何が狙い。研究目的だろ。そんなことはどうでもいい。とにかく捕まるな。ファイナーマンと、やつを叩き落とすんだ。クローキングかっこいい。作りそう。教えて。
隠してろ。誰も信用せず、絶対にマスクを取るな。ロクソンが次の獲物を見つけるまでな。それは無理。フィンを探さなきゃ。友人がティンから。道理で首を突っ込めたがるわけだ。それだけじゃない。僕は町を守る責任がある。フィンを利用しろ。アンダーグラウンドに入りたいという。でもマスク取るなって。はい、スパイダーマンとしてじゃない、友人として頼むんだ。すぐにバレちゃうよ。人というのは
大事な人が相手だと愚かに。まさに今のお前みたいだ。真実を明かせば俺もお前の父さんに打ち明けたぞ。今日だ、理解する。そしたら絶縁さ。あの時黙っていれば家族のままでいられたかもな。すべきことをしろ。それじゃフィンに電話する。いや、やめとこ。町を見回ってこようかな。そうしよう。マイルズ、アプリ出してからフォロワー何人増えたと思う？マジやべえの。何度も計算してみてさ、お前は広告嫌だって言ってたけど、やっぱ考え直してさ。嫌だ。コサトロがハーレムの店を狙ってる。テオを狙ったやつらと同じかも。スパイダーマン、はじめまして、キーリブだ。テオンとこの絵を見たよ。ああ、あれはもう一人の方。でも力になるよ。へえ、ここ数週間、このブロックの店の品物が盗まれてんだ。紙製品ツール殺菌剤。小売店にとっちゃかなりの痛手でな。通報はした？ああ、でもちゃんと取り合ってくれなくて、カミーラって隣のレストランの店主が自分で調べに行っちまった。品物の配送センターに向かったよ。カミーラに会って助けてくるよ。どうもな、スパイダーマン。あんたがいると安心だ。ねえ、ガンケ、ハーレムの大通りで窃盗が起きたんだって。ケイレブのクリーンカットとパナフエルテで。マイルズ、アプリ出してからフォロワー何人増えたと思う？マジやべえの。何度も計算してみてさ、お前は広告嫌だって言ってたけど、やっぱ考え直してさ。嫌だ。そっか、やっぱ嫌だよな。行ってみただけ。スマホを見つけたのか？うん、でもリアクターからエネルギー吸い取ったせいで溶けちゃったんだ。いや、なんでまだ生きてんの？一瞬もう終わりって思ったけど、ミニ爆発みたいな感じでエネルギー放出したんだ。ラボ全体が吹き飛ばなくてラッキー。マジでお前の新しいパワーメモっとかなきゃな。で、次のプランは？アンダーグラウンドに入りたいって言えっておじさんが。それでニューフォームを奪えばフィンの計画も阻止できる。おい、それって嘘つけってこと？そうなるよね。他に手がかりもないしさ。それじゃさ、まさかプラスマイナスリスト？プラスマイナスリスト大正解。そんな暇ないよ。だよな。ま、頑張れよ。じゃあまたな。警官？どうしたんだろう。女性が前科者と口論の末車に押し込められたらしい。身元は？カメラの映像からハーレムのパナフエルテ店主カミーラ・バスケスと判明。ちょっと待ってよ、カミーラが誘拐された。カミーラを探したいけど現場を荒らしたら怒られるし、手がかりが見られればな。カミーラは抵抗したんだ。どこに連れてったんだろう。駐車券のレシート、チャイナタウンか。オッケー。でもチャイナタウンのどこ？行ってください。スパイダーマン、ここは立ち入り禁止だ。捕まりたくなければ下がってくれ。
見つからないようにしなきゃ。何かあったか。独身だからだろ。バリ。今の。別のスパイダーマンは最近見かけないな。引退したのか。ニューヨークを子供に任せて。引退ってのはそういうもんだろ。無責任に思えるけどな。スパイダーマン出ていくんだ。出てくよなんてね。地下鉄の意見聞いたか。新入りなら人の役には立ってるってことなのかもな。君悪い。気のせいか。デビッドのパーフェクトカーリペアのジャケット逃げるときに落としたんだ。ねえ、デビッドのパーフェクトカーリペアの場所わかる？マンハッタンに12カ所もある。チャイナタウンにはある？ああ、今住所送る。しちゃったんだ。それで誘拐された。は？本当か？本当。今助けに行くとこ。はあ、あんたが来るのが遅かったらと思うぞ。ありがとう。
に近づかないで。シャツだ、てめえら逃げるぞ。ちょっと待った。カミーラを離せ。ちょ、ま、これマジ？カミーラが乗ってるって？そう。事故りそうなくらいヤバい速度でマンハッタン駆け抜けてない？そう。嘘だろ。逃げられた。カミーラ、無事でいてよ。もう早く！追いつかなきゃ。カミラ！ねえ、無事！お願い！助けて！大丈夫ですか？スパイダーマン、あなたが来てくれるなんて。でもあいつらが。もう大丈夫、安心して。あいつらは誰かに雇われて店のものを盗んで閉店に追い込もうとしたの。盗んだものは鳩場に隠したって。橋の近くよ。荷物は取り戻します。家まで送りましょうか？いいえ、大丈夫、タクシーで帰るわ。グラシアス、命の恩人ね。カミーラは無事だよ。盗みの現場を目撃したんだけど、犯人には雇い主がいるって。それだけど探り入れてみた。誰かが匿名で市役所に土地所有権を使ってあのブロックにある店を閉鎖しろって要請したんだ。犯人を雇ってる男で間違いないね。土地奪うつもり？それそれ、土地を買収しようとしてるやつを調査するよう要請し返してやった。ガンキマジで天才。品物取り戻しに鳩場に行くよ。また後でね。コンテナ、コンテナ、またコンテナ。どこに隠したんだろう。あいつらなら知ってそう。盗み聞きすればどのコンテナか分かるはず。ボスはあの土地に何建てる？アパートとか事務所だろ。薬も流すのか？多分な。手っ取り早く稼げる。僕の町では許さないよ。それどうするつもりなんだ？床屋のハサミにラプキンホルダー。多分捨てる。もう始めていいぞ。白い星の緑のコンテナだ。オッケー、君たちはもう用済み。しちゃった。エソネクスト。
をつけろ。まだ来る野郎がいるぞ。かくれんぼは終わりだぞ。思ったより楽勝。いつまで隠れてやがんだ。今の言ったそう。気をつけろ。まだ来る野郎がいるぞ。やつはこの近くにいるはずだ。エソネクスト。もやろうにやられてる。警戒しろ。よう、どうしたスパイダーマン。あの気持ち。気絶してる時は可愛いんです、ね。おい、誰かいるのか。あればできる。ハーレムに1点。謎のボスに雇われたクズどもは0点。それじゃ品物を探そう。緑のコンテナに白い星ね。緑のコンテナに白い星。あの積み荷だ。確かめてみよう。他のコンテナが邪魔だな。クレーン使う？それじゃコンテナから品物を出そうっと。ファイナーマンだ、やれ。本気？まだいるの？勝てると思ってんのか？慎重に。ロケットランチャーのギフト？かなり本気だ。じっくり痛めつけてやるからな。善良な市民から店を奪うなんて許せないよ。品物奪われんなよ。あいつ覚えちゃったの？なんで床屋の邪魔するの？困るだろう。やつはこの近くにいるはずだ。隠れても無駄だ、ウェブヘッド。盗まれた品物だ。ケレブ、品物見つけたよ。鳩場にトラックを何台か送ってくれる？破産を申し立てて永遠に店を閉めるとこだった。これでやり直せるよ。助かった。心から感謝するよ。
いつでもうちに来てくれよ。タダで切ってやるぜ。僕マスクかぶってるけど。それがどうした？おいえ、育ち盛りでお腹も減るでしょ。いつでもパナフエルテに寄ってって、とっておきの作ってあげるから。二人ともありがとう。こっちこそ感謝してるよ。ありがとう、スパイダーマン。大活躍だな、スパイダーマン。ガンケのおかげ。謎の男の手がかりは？ちょうど今当たりをつけてるとこ。今んとこバルチャーにスコーピオンにトゥームストーン、エレクトロには無理そうだから除外。ビッグネームだらけだけど、なんとかしよう。僕の町から追い出してやる。お前、僕のっていうの初じゃね？うるさい。もう遅い。よし、それじゃあフィンに電話して入隊させてもらうんだ。ねえマイルズ、大丈夫？ああ、うん、突然何？ああ、ほら、おばさんの集会のニュース見たから。無事だよ。あ、よかったらお茶でもしない？お茶ね、いいよ。フィスクタワーのそばにあるエディソンのカフェは？ラテアートはやってないけど、その分映え写真を撮ってる人は少ないからさ。どう？OK、後でね。よし、危険な犯罪集団への潜入第一歩、悪くない。